おはようございます。京平です。よろしくお願いします。本日のゲストは、ミートミーサタデーの皆さんです。よろしくお願いします。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 コロナの影響もありまして、ズームでの取材となります。よろしくお願いします。じゃあちょっと軽くお名前とパートを最初教えてください。ボーカルギターのケンイチです。ベースのモネシュです。ドラムの有吉です。よろしくお願いします。お願いします。有吉さんは普通に今ネタで呼ばれてんのかなと思ったら、ほんまにステージネーム有吉なんですね。有吉ですね。そうですね。本名は全然違うんですけど。普通に顔が似てるからってことですか。そう、それだけです。僕がもう18の時から一緒なんですけど、その時から有吉って呼ばれてたんで、本名言われても分かんないっていう。めちゃくちゃ似てる有吉に。いや、ほんまですか。はい。と、モネシュさんももちろん本名じゃないですよね。これ僕本名です。あ、本名なんですか。僕インドと日本のハーフなんで。あ、そうなんや。そうなんです。下の名前がモネシュなんです。モネシュ漢字でモネシュ。あ、そうです。この当て字でこれがモネシュって読みます。なるほど。今回のまず経緯を説明すると、もともとミートミーサタデーっていうバンド、僕実は結構前から名前は知ってたんですよ。へー。おー。一応僕グローリーってライブハウスやってて、でブッキング、やっぱバンド探す時にいろんなツイッターとか YouTube とかでこういろんなバンドを探してて、ガイタリが来る時に出てくれるバンドおらんかなと思って探してて、音源とか聞かせてもらって、おーいいやん、誘おうかなと思ったら、なんかライブ全然してないっぽかったんで、まあオファー多分せずにやめたんですよ。で存在を知ってて、まあ、いつか出てくれるかなと思ってたら、2月の末ぐらいにツイッターがバズって、それで YouTube が回ってきたんですよ。でそれがラッドウィンプスのマッシュアップのやつで見て、でそこで初めての YouTube をクリックしたら、その5万人行くまでライブしませんみたいなことをやってると。で絶対その時にもうね、2万いかないぐらい、1万8000とかだってだと思うんですよ。でその時にケンイチ君に DM を送って、はい、こういう YouTube をやってるんで、よかったら撮らせてくれないですかという話をしたら、まあ、今5万人を目指してるので5万人行ったらぜひお願いしますということを言っていただいて、でついこの間ね5万人行ったということで、うん、もうちゃんと約束を守ってもらおうということで、またそうです、はい、見つけた次第です。本当に今日は出ていただいてありがとうございます。いやいやいや、こちらです。はい、何気にコラボも初めてなんで、他の YouTuber さんっていらっしゃる。あ、なるほどなるほど。いや、そうなんです、うん、できればね、僕もせっかくこう YouTube やってるんで、はい、コラボしたいんですけど、うん、僕がそちらのチャンネルでバッシュアップすることできない。まあそうですよね。そうですよね。まあ多分今回は僕のチャンネルに出演していただいて、まあ、何かしらね、はい、できたらお返しするので、その時は、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、まあちょっとね、いろいろ聞きたいことがありますので聞いていきたいと思います。で、じゃあまず最初の質問なんですけど、なぜ YouTube を始めたんですか。まあ YouTube 始めたきっかけっていうのは、もともと僕らバンド結成をしてからずっと今のそのバンドの活動のあり方に疑問を持ってたんですよ。で、まあ従来のやり方ってリリースをして、でそれに向けてまたツアーした後にまた新しくリリースしてっていう繰り返しだと思うんですけど、なんかそれに僕はなんかちょっとうーんっていう感じで思ってたんですよ。なんかそれで果たして本当に知名度が上がるのかっていうのはずっと思ってて、ただそのリリースとツアーをやらないまま批判するのもどうかと思ったんで、僕なんか一回やってみようって言って、で一回やってみて結果的に僕のその思ってるような感じにならなかったので、じゃあもう最初から YouTube やろうと思ってたからYouTube をやろうって思ってやったのが、まあ、去年の9月ですかね。もともとだからあれですね、そのいわゆるバンドとしてライブハウスにも出てて、はい、で CD も作ってツアーもしたと。そうですね、一通りそのバンドらしいことはしたんですけど2、3回はツアーとか回ってましたしね。そうですね、うん、でまあもともとじゃあ YouTube を使ってやろうと思ってたんで、そっちに切り替えたと。そうですね、ちょっともう見切りつけてちょっと変化していかんとなっていうので YouTube したっていう感じですかね。もともとこれ今ね5万人達成したからあれなのかもしれないですけど、はい、やろうとした当初は賞賛というか、ちゃんとこう結果が見えて始めたんですか。僕の中では見えてました。僕の中では1年以内に5万人は行くっていう体でやってたんですけど、まあ、やっぱり周りからは、もともと僕ら YouTube のチャンネル登録者数が400人ぐらいだったんで、すごいやっぱりバカにはされましたけど、400人から
あと49,600人どうやって集まんねんっていうめちゃくちゃ言われたんですけど、めちゃくちゃ言われた、無謀だって言われました、ね、1000人いったら4万あげるわみたいな、そう言われたもん某ライブハウスのオーナーさんにお前ら1000人いったら4万あげるわって言われたから、おー、じゃあ単純計算で今何万もらえるやろそう、めちゃめちゃ多いまあでもそういった周りには言われたんですけど、僕の中ではもうこういう動画を出したら絶対大丈夫っていうのはあったんですよ。もちろん不安もあったんですけど、どっちかというと自信の方が強くて、でやったらまあほんまに当たったんで、まあざまあ見ろって感じですね。すごい。だから僕はね、なんかその最初のやりますっていう動画を見たときに、だからなんならメンバーもあんまり信じてないというか、まあ、行かへんやろっていう空気がなんかこう読み取れたんですけど、他の2人はどうやったんですか、その時は。そうですね、実は、まあ、結成した時に居酒屋で飲んでたんですけど、その時に健一がもう YouTube は絶対やるからって言ってて、実はこの携帯になるまでに YouTube はちょろっとやってたんですよ、うんうん、なんか映画をパロったりとかしたミュージックビデオ風に作ったものとかカバー上げてたりとかしたんですけど、頻度が少なかったのとクオリティが低くて全然見てもらえんかったっていうのがあって、最初は不安やったんですけど、マッシュアップの音源とか聞き出して、いやバズらんのおかしいやろと思って1000人超えたぐらいからは全然不安はなくなっていったなって感じだったんですけど。ああ、なるほど。じゃあ最初はやっぱちょっと不安があったってことですね。まあ不安はもちろんありました。有吉さんはどうですか。そうです、僕は去年始める前はまあ行くだろうっていう特に根拠は僕の中であんまなかったんですけど、なんか行きそうな感じはしてて、でもその以前にやってたものとかがどっちかというと自信がなかったんで、なんかライブもしながら YouTube もしながらって感じだったんで、ちょっと力を入れにくかったん で今回はもう全部 YouTube に注ぐって感じだったんで、まあこれだったらいけるだろうっていうのはなんとなくありました。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと次の質問なんですけど、まあ今のスタイル、そのミートミーサザデーのスタイルとしては英語の曲を日本語にしてみたりとか、あとはマッシュアップとかのスタイルがあると思うんですけど、これは結構初めからこれも計画的にこういうことをやっていこうというのがあったんですか。そうですね、僕が YouTube をやろうって思った時に、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらい準備期間があったんで、その時に何が流行っててとか何を誰がやってないとかを全部調べたら、まあ、マッシュアップは海外でもう数年前からずっと流行ってるけど、うん、日本ではまだそんなに流行ってないからやったら流行るだろうっていうのでやったのと、まあ、日本語もやっぱり洋楽好きな人って、まあ、ちょっと言い方悪いですけどやっぱ意味分かってない人が多いじゃないですか。なんかメロディーをどっちかというと重視してるというか、うん、それでまああとはその英語すら受け入れがたい人とかもやっぱ邦楽が好きやから洋楽あんま聞かないっていう人もちょっと楽しんでもらいたいなっていう意味で英語を日本語にしたら面白いんじゃないかっていうので始めたのがきっかけやったと思いますよね、うん、じゃあもうそれはこうやりながらというよりはもうこの YouTube を伸ばそうって YouTube に集中しようっていう時にもそのやり方をやろうっていうのがあったんですか。そうですね、もうバツッともう計画決めてやった感じですね。もともとそのため撮りとかをしてたんで、もう9月に上げるものは8月に全部撮ってっていうのをしてたんで、もう結構前から計画してはやっていました。実際その5万人達成するのって期間どのぐらいでしたっけ。と9月からなんで、まあ、8ヶ月ぐらいですごいな、はい、8ヶ月ぐらいですね。すごいな。じゃあもともと計画としては1年でしたっけ。そうですね、もうちょっと僕はかかるかなと思ったんですけど、うん、まあでも予想以上以上早く達成してくれたんで良かったですけどね。すごいっすよね、はい、はい。じゃあまあその次の質問にもつながりますけど、まあ、その5万人を達成してどんな実感があるかなということを聞いていきたいんですけど、まあ、まずじゃあ大変だったことから聞こうかな。その8ヶ月間で YouTube やってて大変だったこと何かあったら教えてください。経費が意外とかかるっていう。ああ、なるほどなるほど。あのミートミーノって結構しっかり MV みたいな感じで撮ってますもんね。そうですね、結構音源とかにもお金をかけてますし、まあ、場所代とか交通費とかガソリン代とかも行ったりしてたんで、まあ、ツアーに前回ってたんですけどやはり同じぐらいはかかってたので、なんでそこの部分が一番しんどかったかなっていう感じですね。まあでも確かにその YouTube じゃなくて普通にこうバンドしてツアーしてっていうのもお金かかりますもんね。そうですね、いやまあまあだからそのお金を YouTube ただ回したっていうだけなんですけど、まあ、だから普通に毎月ツアーやってるような感覚ですね、お金の出し方としては、うん、なるほどなるほど。はい、他にあります。
多分バズるなって思ったやつ意外とバズらんっていう。ああなるほど。思ったより反応がこう薄い通り、はい、自分らが一生懸命なんかこれはいいなとか映像気にしながらいいなと思ったやつよりも視聴者の方は流行りものとかちょっとこう面白い系の要素が含まれる方がバズった傾向にあるのかなっていうのはありますね。なるほど。確かにそのお客さんと価値観を合わすのがめっちゃ大変だな、うん、意外なものが流行ったりとか、はい、バズったりとかばっかりだったんで。ああなるほど。やっぱその反応を大事にしてたって感じですか。そうですね。英語日本語の曲も本当はバズるとは思ってなかったっていう意外とバズったんでそれを集中してやったっていう感じですね、うん、中3本出さないといけなかったんでとりあえずもう数合わせて出しとけって思ってたやつがバズったりとかしてるってい う, もう謎の現象が起きたりとかするんでビリアイリッシュな。そうビリアイリッシュとかね。はい、ありがとうございます。じゃあ今度は逆に、まあ、YouTube やってて良かったこととか5万人達成して有名になったなと実感するようなこととか何かあったらいいエピソードを教えてください。身近で言うと意外なところで見られているっていうのがあって9月に始めたんですけど、まあ12月、帰省した時に親戚からあの職場の人があんたのこと知ってたみたいなすごいすごい。でそこでその、まあ、40代ぐらい の, あのお姉様方なんですけど、帰省っていうのは日本ですか？あ、もちろんちょっとややこしいゴリゴリの大和魂しかないんで、もちろんそうですね、はい、母国に帰った時じゃないですよね。じゃないじゃないです国境はまだ越えてない。またがずに姫路の山奥の方なんですけどなるほどなるほど。帰った時に親戚のおばさんの職場の人が僕がなんか YouTube やり始めたのをおばさん嬉しくて見せたらしいんですよ、うん、同僚の人。じゃあいやもう見てるよみたいな、あんたの親戚やったんやみたいなになってこの子好きやねんって言って指さしてたんが有吉やったっていう年上の方もう40代女性にモテまくりっていう。あなんかその空気感あるな確かにっていうのが嬉しかったですね。やっぱり他にはありますか？まあ僕も似たような感じですね。家族から連絡とかしょっちゅうあったりするんで爪かじりな部分とかあったんで家族とか兄弟とかに、まあ、恩返しじゃないですけどなんかできることって結局有名になることぐらいしかないんでその部分で良かったかなっていう感じですね。ケンジ君なんかあります？いやまあ僕はね、まあ、街中で話しかけられたこともありますしやっぱりそのファンの数は確実に増えたとは思うんですよ。その YouTube やる前のその Twitter で投稿した時のいいねの数とか再生回数とかと比べたらもちろん増えてるんですけど僕でもあんまりその実感がないんですよね。5万人っていうなんか5000人とかやったら分かるんですけどなんか5万人あんまないんですよね、うん、だもしかしたらワンマンライブ、まあ、今ちょっとできないですけどした時にその時の動員で実感できるのかなっていうのは今ちょっと思ってるかなっていう感じですけどね。そこまでじゃ あ,、まあまだ5万という数字がどのぐらいなのかっていうのも、うん、わかんない。わからん。5万って多分すごいんでしょうけど、だって5万人ですからね。もうあの僕が一番わかりますよ、はい、5万人の凄さがなんですけど僕らなんかねあんまりなんかもう1万人超えたあたりからなんか一瞬で5万人いっちゃったんで、うん、ほんと2ヶ月ぐらいで早かったね。本当にね実感はまだないですね。全然、ね、特にその生活水準が上がったわけでもないです、うん、つい最近の話正直そのさっきやっぱお金が大変っていうところもあったんですけどそこに関しても変わらずですか？はい変わらずです。まあ、YouTube で収入は結構ねもらってるって言い方したらあれなんですけどもらってるんですけどその分経費で出てるんで、うん、生活自体はねほとんど変わらないです。プラス僕らその YouTube のお金が入ってで例えば経費抜いてちょっと余ってたとしても僕ら視聴者に無料プレゼントとか言ってディズニーチケットとか任天堂スイッチとかあげたりとかしてるんででもとりあえず僕らなんか考え方としてはもうファンに還元みたいなスタンスでやってるんで結構普通に生活はもう全然売れてないバンドマンって感じですね。まあでもあれじゃないですかその出ていくのはちょっとこう収まったというか。あそうです。だからその昔みたいにそのひたすら意味のわからないお金が出ていくっていうのはなくなったとは思います、うん、ちゃんと意味のあるお金の出し方お金の入り方はできてるのですごい僕の中ではその健康的なバンドの形にはなってちょうどいいのかなとは思ってますね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ、まあ、質問としては最後になるかもしれないんですけど、まあ、実際その5万人を達成したということで、他のバンドに対してこれがまあ当てはまるかどうかっていうのを聞きたいんですけど、バンドと YouTube の相性はズバリいいと思いますか？相性はいいね、いい、いや相性いいですよ、いいと思います。まあ、もちろんその YouTube の相性ですね、バンドの相性はまだブルーオーシャンやと思ってるので、相性はいいと思うんですよ。もうバラエティとかは絶対無理ですね、レッドオーシャンなんですけど、バンドはまだいけると思ってて、ただ人によると思うんですよね。もちろんそのアナログ的なやり方、リリースしてもうツアーをひたすらやりまくるライブバンド、ザ・ライブバンドのようなやり方が合ってる人ももちろんいるし、なんか僕らの YouTube でコラボしたバンドさんとかも多分僕はそっちの方が合ってるなって思ったりもするので、一概には言えないんですけど、相性は良くて、ただ結局僕が思うに成功するか成功しないかはもうやるかやらないかだけな気がするんですよね。別にアナログでやろうがデジタルでやろうが、とりあえずやりゃ成功するかなっていう気持ちではいますけどね。なるほどなるほど。じゃあまああれですよね、僕も思ってるんですけど、やっぱ選択肢の一つとしてちゃんと確立できてる感があるっていう感じですよね。そうですね、まあ、結局なんかね1ヶ月でやって終わるとかもうザラにやるから、片手間でやるんやったらやってもっていうのがあるんで、なんかやるならちゃんとやれば結果は出るとは思いますけどね。うん、なるほど、ありがとうございます。はい、という感じで、まあ、今回は、ミートミーサダでゲストに出てもらいました。チャンネル登録者数5万人達成したということで、今後の展望などあれば聞かせてほしいんですけども、はい、まあ、まずはあれですよね、ワンマンライブをやるってことですよね。はい、ワンマンライブを、今年できたらいいんですけど、まだわかんないですね。まあこの状況がありますからね。なので、まあ、とりあえず今の目標は今年中に10万人いけたらいいなっていう感じ。行くでしょこのペースだったら銀の盾欲しい。とりあえずなんか銀の盾もらったらなんかまた違った景色が見えるのかなっていう。あ、なるほど。銀の盾を使ってステーキ焼こうか。それはやめよ、バラエティー走るやん。バラエティーレッドオーシャンとかさっき言うだよ。そうですね、だからそのバンドは まだブルーオーシャンと言い切れるぐらいの感覚があるってことですよね。まだだっていないですもん全然。まあいくつかは上がるじゃないですか。いやでも、まあ、いくつかは上がるんですけど、結局やってることって別に他の人と変わらないんで、まだ僕は言わないですけど、まだまだアイディアあるんですよね。普通にカバーするだけじゃなくて、はい、うん、そういうのをおのおのが見つけてやってれば、多分5万人とか多分僕らすぐ超えれると思うし、だからちゃんとやればいいなとは思いますけどね。なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、せっかくこうやってインタビュー取らせてもらったんで、そのワンマンツアーの際にはぜひ京都グローリーを。全然僕ら初めてで大丈夫なんですかそれ。もちろんもちろん、ぜひいいですか。はい、ぜひ使ってください。あ、もうぜひ京都ぜひ来てください。はい、はい、お願いします。なんか今宣伝とかなんか伝えたいこととか最後あれば。まあそうですね、僕らのこと知らない人が見ている可能性ね、すごく高いと思うので、カバーね、多分1個は多分好きなのがあるとは思うんですよね。結構出してるんで、なんかそれね見ていただいてチャンネル登録してもらったら僕らはそれで全然嬉しいんで。2人からもじゃあ最後何かあれば。そうですね、意外とあの YouTube のチャンネル登録は増えるんですけど、 Twitter とかフォロワーあんま増えないんで、意外と知られてないのかなと思うんで、ぜひこの機会に Twitter のフォローもお願いします。じゃあ有吉くん最後は何か。僕はそこまでなんかこれですって言ったことあんまないんですけど、ね、とりあえずもういろんな動画あるんで見てもらって、ライブするようになればすごいハッピーなバンドなんで、そこも見てくれればなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はちょっと突然のお誘いにもかかわらず、そしてまあこういうねコロナなんで全員のソーシャルディスタンスを守りながら、オンラインでの取材答えていただきありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、はい。じゃあミートミーサザデーのあの動画とか YouTube チャンネルとか、あと Twitter とかもね概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてください。まあ今後もこういう感じで、まあいつまでこういう状況が続くかわからないんですけども、オンラインも使って取材とかもしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録そして高評価ボタンよろしくお願いします。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。